スリーパーに取りました。しかしこう見てると秋山も落ち着いて試合をやっているように見えます。いかがです。落ち着いてはいます、はい、落ち着いてはいますけどもね、そのまかり間違ってもね、勝とうなんていう気でね、その攻めていったらねダメだと思うんですね。もうさっきの仕返し、それをね何遍仕返しを食ってもいいですよ。それで負けたら負けたでしょうがないじゃないですか、はい、そういうところが見たいんですよね。それがね次につながっていくと思うんですがね。いいポジションでヘッドロックを取りました。このヘッドロックの体勢どうですか、体の預け方。ですからこれは後ろに投げられないだけの用心をしてね、はい、攻めていかなきゃいけないですね。このヘッドロック一つにとっても それぞれ個人によってこう体勢が違うんだそうですね。一番いいポジション、そうですね、足の位置、はい、構え方がですね、はい、十分にハンセンのバックドロップを警戒した重心の乗せ方、取り方、秋山純です。早くも肩口のあたりから背中汗にまみれています。ここからどういう展開を見せるか。さあ仕掛けていくか、いつ仕掛ける、エルボーを打っていく、連発でいく、三沢のようだ、三沢直伝キック、エルボー、秋山純体で押し返す、すごい投げだ、フロントスープレックスか、水上落としか、まだいけ、そう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 、思わず馬場さんから秋山に声がかかりました。スリーパーホールドに取りました。画面に吸い込まれそうなスリリングな戦いです。左のヘッドロック、ここでこうすればとかいろんな声が秋山純自分で分かっている。自分の決定をもしかしたら馬場さん誰よりも知り尽くしているのが秋山かもしれない。一番辛いのは秋山かもしれませんね。まあそうでしょうけどね、それがプロレスの難しさなのかもしれません。バックドロップ、ハンセンさすがですね、ロープの反動を使いましたね。そうですね、これがねやっぱり、秋山があのロープを使って、はい、まあ、オーバーというかね、投げハンセンを投げればいいんですがね、ロープで自分の足を蹴ってですね、はい、あ、顔面キックです。屈辱的な場面です。膝が行きました。さあ悔しい秋山どうする。井上正雄がこのシリーズやはり同じ試練の戦い、小橋といい勝負をしました。あそこが淵と対しまして頑張った。本田多門も入門してまいりました。秋山超新星、顔面かきむしり、ストマックに膝、対角線に振られる、かわす、空中戦を使う。さあミサイルキック打った。さあアマレス日本代表の、全日本代表の投げ技を見たい。鼻血を出している秋山、さっきのキックでおそらく鼻血を出したんでしょう。しかしひるまない秋山、ジャッピングエルボー、瞬発力はあります。秋山右の肩打ち、男には攻める強さもありますが耐え忍ぶ強さもあります。場外にショルダースルー、1枚も2枚も上か、流血の秋山、心が痛く、そして熱くなる、そんな一戦です。ハンセンが追います。2回目の対戦ですが、おっと、かわず落とし、馬場さん、ここに進みました。苦しそうな秋山、すごいサッカーボールキックです、世界一の言われるハンセンの力、2回目の対戦ですが、馬場さん、また実感してるかもしれませんね。まあそうでしょうね。動きが止まった DDT、 動きが止まると危ないぞ秋山、4350人、石川県産業展示館、息をのむものあり、頑張れの声あり、
カウント2で返していきます。10分が経過しました。内に秘めた闘志、なんとか頑張ってほしい、うん、パワーボムこらえる。前回はこのパワーボムからラリアットを送ってしまった。反戦の鉄槌が2回降りた。引っこ抜かれるか、こらえる、こらえてその先を見たい。反戦引っこ抜くか、返しました、返しました、ロープに飛びます、フライングクロスボディ2つ、カウンター2つ、波状攻撃だ、ロープに飛ぶ、キックで制されて、あーパワーボム投げ捨て、さあラリアットか、来るぞ来るぞ来るぞ、気をつけろ、場外に場外に、馬場さん今秋山が、ハンセンがやっぱり、肘を触ったのをサポーターを触ったのを見たんでしょうね。なるほど、やっと髪を掴まれた、うん、シンクリラリアット首が止めて返す。こうやってね、やらなきゃやれるということをやっぱり覚えてる、きましたからね。あーラリアットこれまでか、カウントスリー、秋山君敗れました。11分48秒、2回目の対戦、世界のスタン・ハンセン秋山を破りました。